皆さんこんばんは。2015年7月の23日 JRP テレビジョンよりお送りいたします。国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交等あらゆる問題を通して日頃我々が知りがたいまたは知り得ない情報を皆様にお届けし、そしてそのことを皆様方と共有できればという思いでお送りいたしております。それではいつものお二人のコメンテーターをご紹介させていただきます。お二人とも世界平和委員会の代表をお務めになられ、現在では体を命を張ってですね、革命家としてご活躍中でございます。それでははじめに、空手道本庁、武道総本庁の総裁でいらっしゃいます聴導院大覚氏、もう一方、国際ジャーナリスト、そして、ノンフィクション作家でもいらっしゃいますベンジャミン・フルフォードさん、いつものお二人とともに始めさせていただきます。さあ、先週から今週にかけてそう大したことが起こってないような感じがしましたんで、今日はベンジャミンさんが少しお話しすることもそんなにないみたいだとおっしゃっておりました。それでは総裁からまず何かお話をいただければと思っております。まあおとつい、はい、ミンスクでですね、はい、ウクライナのドネツク・ルガンスクにこれ緩衝地帯を設けて15キロで30キロ、ここからワポンを全部兵器を撤収するという、これが決定したわけです。で決定して、いわゆるルガンスクドネツクの側の全ての兵器は撤収したわけだけども、うん、これが大体世界的なニュースでこう流れてるわけで、ミンスクで決定したという事実、そして現実にもそのアクションが行われてる、これニュースでほとんど知ってるわけだけどもね、ウクライナの国民は知らないんだよ。これウクライナの国民にはチョコレートはね止めてるニュースをポロシェンコは。ね、なぜ止めてるのかと思ったら、右翼セクターが今かなり数がキエフで反政府デモを始めたんだよ。これ現象だから、うん、結局内緒にしとるような感じなんだよ。和平交渉を再度やったとね。前にもう3ヶ月前にやってるわけ。しかしまだやりながらも小競りが続いてた。完全にやはりもう打ち合いをやめようと、戦争をやめようというのが今週の出来事なんで、調印してるわけだ。これもそれで、事実上撤収してるわけ。当然ウクライナ軍も撤収するだろう。これは30キロが争わない地域ができるわけだから、現実に、そのウクライナ和平は実現する可能性は高くなったということです。それをウクライナの国民は知らないということと、発表してないから知らないわけで、同時に右翼セクターによっていわゆるヤヌコビッチを追い出されたクーデターがあったわけです。ね、その右翼たちは今度は反ポロシェンコにまた向かってる。これはこの和平協定実現されたら困るのはやはり戦争推進しなきゃいかん連中なんですよ。これ右翼セクター、雇われ右翼セクターのそのアカデミアがあるわけでしょ。うん、こいつらが何だと、ポロシェンコ裏切りやがったと。うんね、こでね、うん、僕実は話があるんですけれども。僕もほらペンタゴンから連絡来るんですよね。あの人たちがその自分たちの考え方を説明するんですよね。でそれをみんな説明する時、必ずしも僕意見が一緒ではないけれども、彼らはですね、今どういう思考回路かというと、2つの大きな課題を抱えている。1つはいわゆるハザールマフィア、ユダヤマフィアなんですよね。でそのユダヤマフィアを、今敵に回してるんですよね。でユダヤマフィアがそのウクライナ問題を起こした。で右翼ね、ナチスの右翼、ウクライナで今、ポロシェンコに反対してるのはそのユダヤに雇われたナチスなんですよ。思考回路みんなコンフューズしちゃうけど、ナチスとユダヤマフィア一緒なんですからね。でお金で働いてるけれども、この人たちだけが、和平条約に反対してるけども、アメリカ軍はなんで和平条約とかウクライナで推進してるかというと、ロシアと仲良くしたいんですよ。アメリカ軍がロシアと組んで中国は暴走できない作戦を取ってる。要するに今ロシアに喧嘩を売ってる場合じゃないと、みんなで中国がこう調子に乗りすぎないようにっていう発想。僕は個人的に中国はそんなに問題を起こすとは思ってないけれども、ペンタゴンの人間は中国のこととユダヤマフィアのことを両方心配してるわけ。そこでユダヤマフィアがこうウクライナでトラブルを起こしてるから、それを止めるために動いてるわけ。同じようにで、これぜひペンタゴンね、アメリカの国防庁のホームページで、アシュタン・カーター、国防長官とイスラエルのネタニヤフ総理が会った写真があるんですけれども、ネタニヤフが明らかに怒ってる。なぜかというと、アシュトン・カーターは先週イスラエルに行ってね、ずっとお前たちイランの核どうのこうのってずっと言ってたけど、お前たちの核はどうなのかと、それもいい加減にしてくださいと、あと ISIS っていうインチキね、テロプロパガンダ行動もいい加減にしてくださいと説教されたわけ。そのことが歴史的な変化であるわけで、アメリカの軍人はアメリカのその憲法復活を目指してるわけ。いわゆるアメリカ共和党復活を目指してるから、そうするとワシントン DC の多くの政治家に対する行動をとってるわけ。例えばいろんなトラブルを起こしてるマッケイン上院議員がですね、ベトナムでね、英雄だったんじゃなくて、ベトナムで仲間を裏切ったペラ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 喋ったね、こう男で、すごく待遇が良かったわけ、他の捕虜に比べて。要は裏切り者だと今ペンタゴンが暴露してるんですよ。それはいろんなところ読めるし、トランプという共和党候補も言ってるぐらいですからね。要はここで言いたいのは、これ日本のね、こうまだユダヤマフィアの言ってることと、ユダヤマフィアのお金食っていい思いしてる連中に言うけれども、お前たちは負ける側についてるよ、もう刑務所に行きますよ。間違いなく世界の軍人がもう動いてる。銃を持っていざとなれば戦う人がお前たちに向かって動いてるよ。ね、お前たちについてるの一部のこうワイルド系のそのおじいさんと、一部のプロパガンダ専門家と限られた傭兵と、暴力団だけなんですよ。もう負けてるから。でお金の大元もそのうち抑えられるから、そうしたらお前たちはみんな刑務所、いい加減に目覚めろ。とにかくウクライナ、イスラエル、日本で起きてることみんな連動してるわけ。この国際ユダヤマフィアの摘発、あと中国側からの情報とアメリカ側からの情報の総合しますと、中国で何が起きてるかというと、一部のユダヤマフィアは中国に、これからお前たちが世界を支配する、これから中国の時代、これから中国全世界を支配する。でその時我々はあなたたちの銀行マンだと。でその話に調子に乗った中国人いるんだけれども、多くの中国の政府の頭いい人たちが分かってる。ちょっと待って、お前たち僕たちにアヘン戦争を仕掛けたんでしょと。であとは日本のその、中国侵略仕掛けたお前たちでしょ、今更お前たちに言うことを信じるかと言ってるんで、そのユダヤに賄賂された中国人パージされてるわけ。ということであの人たちのなんか中国に逃げて中国を持ち上げる作戦も空中分解してる。中国も分かってるわけだから、中国も今頭を下げてあまり波風立たないようにしてて、そのパージを、黙認してるわけ。だから結局その中国と日本の戦争を煽るシナリオもならない。ね。でアメリカもあの人たちから解放される。その時日本も解放されます。それは間違いない。はい、もう革命の前夜ですから、もう起きてる最中なんですよ。まあ、全てが連動しているっていうベンジャミンさん途中からお話しされたんですが、総裁もう一回元のお話に戻っていただいて。そのイランの経済制裁の解除、はい、これに対して、ロシアが全面的に表でサポートしたと。でもちろんオバマおよび、国務省はイランとの友好関係でロシアと一体となってこの経済解除に努力したってわけです。だからこのいわゆるロシアとアメリカの大統領ホワイトハウスはイラン問題ではですね五越同州というわけじゃないからね、一体になってるわけ。はい、でそれがウクライナの今の30キロにつながるわけですね。これ実はリンクしてると思わなきゃいけない。でそれに対しては完全に負け犬たちはコレットしてるってことなんです。ベトナムで仲間を撃った負け犬。ちなみにね、先週世界の新聞にすごく妙な記事が流れたけれども、パパブッシュが首の骨骨折したけれど大丈夫だというガーディアン紙とかいろんなところ報道されたけれども、僕が直接、ブッシュの元側近の CIA の幹部から聞いたのはもう特にブッシュは死んでるよっていう話だったけれどもね。でもなんで首の骨骨折したけど大丈夫という見出し出たかというとメキシコの麻薬王がですね明らかに大きな援助をもらって刑務所から逃げたんですよ。でその人がアメリカに呼ばれてアメリカでCIA と国際麻薬組織について証言する予定だったために逃がされたわけで、それがアメリカの内部仕返しとしてブッシュのところに仕返しいたっていう話だと聞いてるんですけれども、ただまあ今ミラー使ってるか分からないけど、ただ僕も直接ブッシュのところに行って確認してないけど彼の元側近曰く、死んでる。で世界の記事では首の骨骨折したけど大丈夫、ありえない話。とにかくわけの分からないこと起きてるけどブッシュのマフィア終わってるよ、クリントンのマフィアも終わってるよ、ロックフェラーも終わってるよ。それを理解してないバカなね、銀行収納とかね、日本の政治家がもう、今のうちどっか隠れる場所を用意した方がいいよ。うん、なるほど。まあだからね、世界の勢力地図が激変してるわけ、今。激変、ここ数ヶ月。その激変の中で、今の安保法制とか、ね、TPP とか、まあ小さい話じゃ辺野古とか普天間とかね、時代遅れなんですよ。まあ言うたら時代の流れに逆行したことを日本の政治家がやってるわけです。バスに乗り遅れるというような話じゃないんだよ。そうただ一応安保の話っていうのはね、一部の頭のその悪い人たちが考えてるのは日本とアメリカ一緒になって中国と戦うんだというわけのわかんないシナリオで、そうじゃないんですよね。今アメリカ軍がもうロシア軍、中国軍あらゆるところと連携してみんなで仲良くして一つのものになろうとしてる中なんですよね。だから今までがこの石油利権のために違法な戦争をやってるアメリカではないんですよ。もうアメリカはもうこれからは侵略戦争をするつもりはない。最近のリビア、シリア、ウクライナのその戦争はこれアメリカじゃなくてユダヤマフィアの雇われ傭兵会社なんですよ。ペンタゴンじゃない。それを理解していないとね、こう実態、要は民間傭兵会社がシリア、アイシス、ウクライナ、リビアなどで問題を起こしている。アメリカの正規軍はそれを今止めようとしているわけです。で、その止めるためにお金の大元を抑えなきゃならない。要はドル、ユーロ、日本円を印刷しているユダヤマフィアをどうにかしなきゃならない。で、それが起きるから楽しみにしてください。なるほど。いやだからもう太平洋の、はい、日本の場合は太平洋へ向かって今までは70年間生きてきたわけだけど、日本海へ向かえという太平洋から日本海へこうスイッチ切り替えなきゃいけない、ね、だから狙いはやっぱりユーラシアです。ユーラシアとの友好関係の促進をやはり太平洋の友好関係よりも優先しなきゃいかんという時代に来ていることに気づかなければいかんか、はい、まあそこでアメリカも、国内で異変が起きて、アメリカも世界の一人としていうスタンスを変えようとしている最中だから、はい、うまい具合に昔の体制が新しい、その僕ユーラシアというよりもブリックス時代ね、要は南米、アフリカなども入れて世界という観点でみんなが同じ地球で同じ空気を吸ってる、同じ海に使ってるからみんなで仲良くしようじゃないかという当たり前のことに向けて世界が変わろうとしてるわけで、アメリカ軍がそれに賛同してて、それで中国軍、ロシア軍と仲良くしようとしてるわけですから、もう対立を考える時代終わり、ヘーゲル哲学で赤組と白組無理やり作って戦わせるようなそういう帝王学がもう終わった。なるほどですね、だから、うん、どうしても敵対をどこかという発想の人たちがもう時代遅れ、今度中国ですかとかどこですか、やっぱりそういう意味ではね、ヒトラーはその80年前にヒトラーがね、ユダヤ人を皆殺しにしなければ世界平和の実現はできないと思ったんだろう。ただ正しかったんだこれが。僕はユダヤ人が奴隷民族でユダヤ人に命令を出してるヒクソスが問題。要はユダヤ人っていうのは昔のそのピラミッド作り奴隷で考えると高級奴隷なわけ。餌配りとかその設計図を書いたりとか鞭打ちとかで、その上にいるのはユダヤじゃない。でその上が変わると今度ユダヤ人に今度ピラミッドじゃなくて大学を作るんだって言って「あはいそうですか」って言ってみんなポロッと変わるわけ。だからユダヤ人という奴隷民族に命令を出している悪い人たちが変わったらその人たちもポロッと変わるから、ユダヤを支配したヒクソスという広大、人類を家畜にする技を持っている家族マフィアが指揮役しようとしている。でこれは何千年ぶりの世界的な変化だと僕は見てます。僕長年この問題を調べてね、こうユダヤ人っていうのは闘牛の赤い旗みたいなその本当の敵から目をそらすために使われてる哀れな民族だと僕は思ってます。なるほどね、だからその命令系統を変えればあの人たちが急に全く行動変わります。ただネタニヤフとかああいうマケインとかああいう連中は、まあ、ブッシュとかああいう人たちはみんなやっぱ豚箱ですよ。はい、でそれで先ほどだんだん世の中が変わっていってるということで日本の政治家なかなか気づいてないということなんですが、ユーラシア方面に、まあそれでもまだしもこういう議員たちがまだしもましかなというようなの総裁どなたかいらっしゃいませんか。そのやっぱり激変世界の情勢に対応する柔軟性を持った頭やねの頭脳を持ったやつじゃなかったら。うん、そういうのは今の選挙で選ばれる中では非常に、まあ、おらんと見た方がいいじゃないか。なるほどですね。全くね、まあ、今時代が全てが変わってるから、まあ、俺たちもそうだけども機械を俺たちは使えないわけですよ。ね、だから機械を使える年代の優秀な人を20代30代から育てて見つけて。それをトップへ持っていく国家戦略を作ること以外、日本は生き残れないんじゃないかと思うんだ。だからそれはね、やっぱり橋本徹なんかは機械を使ってるからね、彼は。ものすごく機械を使って政治をやってる男ですよ。まあ、あとね、全世界で仕事やってる大手企業、要はトヨタとかパナソニックとかね、ああいうところはもうすでに全世界でやってるわけですから、発想もこう日本という狭いこう島を越えてるわけ。そういう広い視点を持ってる人じゃないと、ダメなんですよ。だからその永田町にはおらない、地方議会にもおらない、はい、これは全部選挙で選ばれる人です。しかし今ベンジャミンが言ったように、これだけ世界に生産して物を供給している民間企業にはいっぱいおるわけ、昔からおっしゃってましたもんね。民間政府を作ったら日本は世界一になれる。なるほど、間違いない、間違いない。人材は日本一、世界一ですよ。あと僕はね、長年日本で取材して、一番頭いい人が多く見つけたのはね、大手企業の研究所やっぱりそういう研究家、頭良すぎてあまり日常的なものに関わりたくない、こういう人たちを無理やり洞窟から引っ張って祭りごとやらせるっていうことをしないとダメかもしれない。こうわざわざと欲が深い人たちが自分から出てる人たちの中にいい人いない。僕も前してた、名前言わないけれどもね、こう政治に立候補したいって言って、なんでですかって、バッジが欲しい。何それと思って、国を良くしたいとかね、そうじゃなくてバッジが欲しいっていうね、それじゃダメなんだって。ばその通りですね。いやいや、もうその地方の方々が中央を目指して国会議員になりたい発想は、東京行けば赤坂の芸者が抱ける、銀座のホステスが抱ける、これだけなんだよ彼らの目指すのは。日本の国がどうなるか関係ないわけ。ね、それらをするために東京行けば金も集まるんだと。それをいう発想でみんなが来るわけ。まあいずれはね、世界も明らかに目に見える形で変わってるし、これからもそれがエスカレートします。で、当面9月にいろいろあると、いろんな人たち予測してるから、やっぱり8月皆さんよく休んで忙しい秋を迎えるつもりでいた方がいいと思います。なるほどですね。で、なんか今までいろんなお話をこうお聞きして、日本の将来、今の政治家の人たち、今の政府とかいろんなことはなかなかもう今の流れに追いついてないって、総裁とかベンジャミンさんの指摘があって困ったもんだななんて思って、私自身も非常に暗い気持ちでいたんですけど、今日やっと答えが見えたような感じがして、嬉しなりましたね。やっぱり民間で活躍してる日本の優秀な人たちがたくさんいる。そういう人たちが、いや、もうそれはね、中国の経済、韓国の経済、もちろんこのタイやマレーシア、インドネシア、これらの経済が発展してるけどもね、それを支えてるのは日本の中小企業の技術です、日本の中小企業の生産能力です、これが供給してるわけだ、彼らはアッセンブルして名前だけ中国語を貼って世界を売り出してるわけです、だからサムソンだって日本からの供給がなければもの作れないよ。これはアメリカにおいても言えるわけ。アメリカの軍事産業でも日本からの供給なければミサイルはできないですよ。これは宇宙開発もできないですよ。だからそれだけ世界の全ての産業の技術の重要なものは日本にあるわけ。これを日本人は誇りに持たなきゃいけない。ね、これはやっぱり日本人の能力じゃない。ただ政治家が金と女だけ追いかけとるやつばかりだから日本の国はバカに見えるけども、ね、政治家抜いた日本っていうのはまだ磨けばダイヤにでもなれ、ゴールドにもなる、ね、ものすごい重みのある強力なものを持ってるわけ、ね。やっぱりね、朝日が来る前に一番暗く見えるけど、やっぱりこれからはですね、間違いなくそうですね。まあね、お二人がおっしゃったようなことをこの日本中のこの有権者の人たちにこれがこう知れ渡っていって、なるほどそうだなという思う人たちがたくさん出てくることがあるわけですね。それは今彼が言うね、ユダヤマフィアは知ってるわけ。それあれ彼らばかじゃないから、日本はまだ実力あると。だから東芝の今回の粉飾決算も、全世界のメディアは一面でテレビのトップニュースで新聞の一面に載せるわけ。本当はなぜ東芝の一企業の粉飾決算を今までは載せなかったんだろう。一面に載ってんだよ。東芝の社長の顔がバーンバーンとこれ粉飾決算で、多分ね、日本の企業の能力はこの程度だという宣伝を一生懸命しているわけです。東芝と日立について言えることは、 GE とかね、ウェスティングハウスがですね、311の前にその原子力部門を売っちゃったわけ、日立と東芝に。で311が起きて、それで全部止まるのをしてて、インサイダー取引したから、日立と東芝がウェスティングハウスと GE を訴えるべきなんですよ。で多分それを言い出したから東芝いじめが始まったと思いますよ。逆に GE の幹部とかね、あれに311に加担した多くの人たちがこれから解放ですから、で当然ながらものすごい賠償金がGE などウェスティングハウスなどにこう払わされることは時間の問題ですよ。逆に東芝を訴えてるんだよ、アメリカサイドの連中は、株主が。株の暴落で損した分を補償しろという。アメリカでバッシングされた企業は大体、日本の企業は大体、要するに言うこと聞かなくなったためにユダヤマフィアが調教に乗り出してマスコミを使うけど、それができる日はもうそんなにこれから長くないよ。これはね、もう東芝のね、社長の顔が全世界の顔になっちゃってるわけよ、悪いイメージで、悪党になってね、これはもうね、異常ですよ、異常っていうか、もう本当よ、ここまでやるなと。トヨタもね、今までね、キーにもならないよ、キーにもならない、今はこんな程度の日本の一企業の粉飾決算は、よくあることだから。で粉飾決算で言えばですね、東芝よりもアメリカ政府の方がすごいんだからねそれを書いたらどうですかとまあとにかく現実っていう厳しいものがあるから、どんなに現実拒否しても、どんなにがまかしの数字が欧米の金融界出しても、現実が来るから、でそれも来てるから、もう人たちは逃げ場がない。もう大手銀行、アメリカ政府などがですね、一旦全部リセットしなければ維持不可能なところに来てますから、楽しみにしてください。非常に僕は楽観してる。いろんな意味で悪い人たちがもう負けてるのはもう露骨になってるわけ、ですから僕も8月休んで充電して、で秋で全面攻撃何日から夏休み取られるはずなんですけどね。だからね、非常事態は今日が最後だな。いや、あとまだあります。あともう1回ぐらいですか。8月10日に日本を出るから、それまではできます。そうさえでもそれで。まあそんなもんですかね、今日は。そうですね。そうしますと、今日のこの非常事態の中で先ほども申しましたけども、なんかこれから日本が立ち直るための答えが見えたような感じがしましてね、本当に時間はそのためかかりますね。そういう民間の優秀な人たちがいずれ政治の世界に入ってきてもらうということは。民間政府を作った方が早い。民間政府を作るべきだ。なるほどですね。やっぱり能力成果主義ですね。民間政府を作って、新たな子に予算をつけて、政府の補完してやるわけ。経団連とか他にありますね。経団連とかできないんだから、経団連農協や水産組合とか医師会とか弁護士会とか何やらないんだから。民間の政治専門の民間政府を作れば、シンクタンク連合でもいいんだけど。それを何かやってもらいたいですね。早くやらなければ、もうこのスイッチしないとね。そうで、そのはじめとしてやっぱりね、民間銀行である日本銀行を国有化するですね。それが第一歩。そしてそこから始まる。わかりました。はい、じゃあ本日はここまでとさせていただきまして、次回は7月の30日まだ大丈夫でいらっしゃいますね。ということで、それまで皆さんどうぞこの暑い中ごきげんよう。く日本はユーロシアの一員であると。